4大臣会合として、つまり政府として、大飯原発3、4号機の再起動を決定をいたしました。関西電力に対しては、政府の最終判断をすでに伝達をしたところでございます。再起動に向けた準備作業に直ちに取り掛からせます。国民の全般の一定の理解を得られた、そこをどうやって把握して、どういう根拠で判断したのか、もう少し説明をお願いします。これは、その実際のこの大飯のプロセスが始まる前から、さまざまなところでお尋ねをいただいておりますが、まさにその一定のご理解というのを何か数値的に判断できる物差しとかがあれば、むしろその方が我々としてはありがたいですけれども、残念ながらそういう性格のものではありません。さまざまな具体的なご要請、ご要望をされている方、声を上げていらっしゃる方もいらっしゃるし、声を上げていらっしゃらない方の中にもさまざまなご意見があるというようなことについて、まさに国民の皆さんのご意見、ご理解がなへんにあるかということを、どう受け止め、どう判断するのかというのは、まさに政治そのものだというふうに思っています。原子力発電所については、これはむしろ専門家がお答えになるべき性質のものかもしれませんが、その抽象的には常に原子力発電所というのはリスクを抱えていて、人間のやることですから、絶対にリスクがゼロにはなりません。ただ、具体的に目に見えているリスクについては、福島の教訓を踏まえて、地震、津波、そして電源喪失ということについて、具体的なリスクに、明らかになっているリスクについては、きちっと対応しているという意味で、そのリスクは潰している、ただし、常に原子力発電所に限りませんが、人間のやることですから、100% 安全ですということは、残念ながら何事についても言えないという意味で、リスクがあることはその通りですけれども、そういった意味で、原子力発電所の安全性については、明らかになっている具体的リスクについては、これは、そのことで 100% 安全になるわけではありませんが、すべて潰さなきゃならないという意味では、今回きちっと潰しているということが、専門家の皆さんで確認されていると思っています。